はい、こんにちは。よもぎやの和田と言います。今日も停止について少し話していけたらと思っています。今回のテーマはですね、初心者におすすめの停止はどれかということについてお話したいと思います。停止ってね、もうここ最近はたくさん種類がありますよね。長さも長いものから短いもの、太さも太いもの、細いもの、素材も金であったりとか銀であったりとか、そして銅や金メッキ、またチタンとかっても最近はあります。まあ、どれもそれぞれ特徴があるので、どれがダメとかいいとかっていう話ではないんですけども、じゃあ初心者におすすめのものはどれかというと、いきなり金とか銀とかのものはまだ必要がないと思いますので、私としてはまずステンレスであったりとか銅のものを買ったらいいんじゃないかなと思います。あまりこうね、高いものを買う必要はないので、安いものだったら本当に1000円ぐらいから3000円ぐらいかなで買えると思うんですよね。まずとりあえず安いものでいいので、1本買ってみて使ってみるっていうのがいいんじゃないでしょうかね。私はちょっとね、中にこうバネが入っていて押したら戻っていくようなタイプのものだと使ったり持ったりしたことがないので、ちょっとアドバイスはできないんですけども、最初の1本はとりあえず買ってみる、ほんで使ってみていろいろ考えていくのが一番いいんじゃないかなと個人的には思います。でもしくは触らせてもらう機会とか使ってる先生がいたら、同じものを買って使い方を教えてもらうのがいいんじゃないかなと思います。ツボにアプローチしていく場合は、少しこう先端が尖ったようになっているものの方が使いやすいと思いますし、大きく面を捉えて小2針のように使っていくような場合だと、少し先が丸かったりとか太さがある方が使いやすかったりする場合もあるので、どういった手技をして使っていきたいかによってもね、変わってくるかなと思ったりもします。本当は少しちょっと太いやつと細いやつと、またこう先端が尖ってるようなやつを何種類かね持ってたら本当はいいとは思うんですけども、最初はね、いきなり買う必要はないので、なんか自分が気に入ったものをね、買ったらいいんじゃないかなと思います。実際他の先生がいいって言っても、自分がこう手にして持ってみたら、やっぱりこう自分の手にはね、合わないなとかっていう場合もあるので、とりあえず自分がね、気になった形のものとか、ね、自分で買える範囲の値段のものをね、選んだらいいんじゃないかなと思います。で、使ってみてやっぱりもう少し長い方がいいとか、太い方がいいとか、先が丸い、もしくは尖ってる方がいいとかってなってきたら、それを買ったらいいんじゃないかなと思います。値段のことだけ言ってしまうと、これ前田さんの針ですけども、これ金メッキなので、多分1000円ちょっとぐらいから売ってるんじゃないかなと思うんですけども、これ僕がね、初めて買ったね、定針なんですけども、1000円から2000円ぐらいのものでも十分使っていくことはできます。こっちが少し丸くなっていて、こっちはね、ちょっとこうすりおろし状に尖っていますよね。十分これでもツボにアプローチしていくことができますし、撫でるような使い方もできます。で、先が尖ってるね、三振みたいな使い方もできるので、まあ、あえて僕がどれっていうんであれば、まあ、最初前田さんの金メッキのこういうやつを買ってもいいのかなと思ったりもします。そんなに値段が高いわけでもないんで、買ってね、失敗したってこともならないと思うし、でこれ割とこうちっちゃくて携帯しやすいので、僕は学生の時なんかはね、あのちっちゃなケースに入れていつも持ち歩いていました。なので、最初ちょっとこうね、安くてね、手に入れやすいものから始めたらいいんじゃないかなと思います。それで使ってみて、やっぱりこれじゃあね、手の中に収まっていくのにちょっとこう短いなってなったら、長いものを選んでもらってもいいと思いますし、こう針を当てた時にちょっとこれだとチクチク感が強いから、もう少し丸いのがいいなと思ったら丸いのを買ったりと思うし、まあね、なんかおすすめって言ってるようでこう曖昧なことを言っちゃってるんですけど、まあとりあえず最初は自分が気に入ったものを買ってみるっていうのでいいんじゃないでしょうかね。で、もしくは停止を使って教えてくれるっていう先生がいたら、その先生がね、いいよっていうものを買うのが一番いいと思います。私がおすすめするんだったら、小里式のこの 55mm 銅とか金メッキとかステンレスのものを買ったらいいんじゃないでしょうかね。まあ、とにかく僕が最初に言いたいのは、そんな高いやつは買う必要がないよっていうのと、
自分が気に入ったものを買ったらいいんじゃないかなということです。で使っていくうちにね、だんだんこう分かってくることがあったりとか、使いにくいとか使いやすいも出てくるので、それはね個人の感覚的な部分もすごく大きいので、銅がすごくいいっていう先生もいれば、ステンレスがいいっていう先生もいてるし、銀とか金がいいっていう先生もいてるので、それはね使っていく中でね、それぞれ感じていくことなので、まあとりあえず最初は自分が気になるものとかね、値段が手頃で手に入りやすいものから使っていったらいいんじゃないかなと思います。そしてまあ注意点としては、この金とか銀の針を使うんですけども、金とか銀の針って針としての力も強いので、きちんと低心を使いこなせないとうまくねその効果を発揮できない場合もあったりします。そこからいくと、気の動きとかっていう意味ではやっぱり金とか銀のが早いです。そこからいくとステンレスとか銅の方が少しゆっくりな感じがします。でも練習という意味では、きちんとメッキの針であったりとか銅の針できちんとコントロールして効果を出せるようになってきてからの方が、金とか銀にステップアップするにはいいかなと思います。なのできっちりね自分でその針の力をコントロールして、自分の目的や、ね、意識をはっきり持って効果を出していく練習をするという意味では、ステンレスとか金メッキ銅とかを使っていくのがねいいんじゃないかなと思います。本当はねこういろんな学会とかに行くと、伊藤メディカルさんとかたくさんね精神を見本として出されたりしているので、それを実際ね見せてもらったりとか手に取ってみて、自分の手にね本当はしっくりくるなっていうものを選んでもらうのが一番ね道具としてはいいと思います。いくらいい道具を使っても、自分の手にこうしっくりね来なかったらうまく使いこなせないっていう場合もあるので、本当はね実際に見て触って選ぶで、まあもしこう同じものでも何個か並んでいたら、その中でもやっぱりそれぞれに使いにくい使いやすいがあったりするので、もしこう同じ形でも何個かから選ぶ機会がもしあれば、その中でもいくつか手に取らせてもらって、自分の中で一番手にしっくりくるものをね選ぶのがいいんじゃないかなと思います。はい、今日はなんかこうちょっとこう曖昧な答えになってしまったんですけども、まあ、初心者におすすめどれって言われると、まあとりあえずステンレスや銅の底芯を買ったらいいんじゃないかなっていうのと、お手頃のものからね始めたらいいんじゃないかなということでした。またね、まあ本当は触ってね選ぶ機会があれば、そこからね自分に合うものを探すのが一番いいんですけども、なかなかね学会とかってね行かない先生もおられると思いますし、学生さんもおられると思うんで、まあまずネットとかで見てね、これがなんか可愛いとかね、自分の手にしっくりきそうだっていうものをね選んでもらったらいいんじゃないでしょうか。ちょっと曖昧な答えになってしまって申し訳ないんですけども、今日はこんなところで終わろうと思います。ありがとうございました。